水上艦隊水上戦軍ら新編へ海上自衛隊30日に公表された防衛省の令和7年度概算要求において海上自衛隊の護衛艦隊などを水上艦隊とし水上戦軍などを新編することが明らかになりましたこちら海上自衛隊の創設以降日本の船を守る護衛艦隊として維持されておりましたが現状は 警戒監視に当初部の防衛、ミサイル防衛、宇宙サイバー防衛、災害対応などの任務も課せられており実態と名称が異なる事態となっておりましたまた今後海上自衛隊の軍艦の種別である護衛艦という名称も変更される可能性が出てまいりました護衛艦に関しては通常ですね駆逐艦やそれよりも小さい軍艦の種別とされており 海上自衛隊においてはもう何でもかんでも護衛艦と呼んでおりますので海上自衛隊の能力が過小評価される恐れもございましたまた護衛艦隊の廃止によって大東亜戦争の戦訓として対潜水艦船に重きを置いた体制も見直される可能性が出てまいりました日本政府にはありとあらゆる手段で まずは抑止力を強化し、戦争を未然に防ぐ努力を続けていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。